久保さん、おはようございます。いや、最近朝散歩してるんですけど、散歩無料ですね。久保さん、散歩って無料ですよね。僕ね、まあこれは人それぞれ考え方があるんで、まあそれが間違ってるっていうわけではないんだけども、まあ物申したいことがあって、金払ってね、そのエクササイズ行く人いるじゃないですか。まあ今すげえ流行ってると思うんですよ。月額で24時間そのエクササイズできるよっていう。でそのエクササイズに行くのに車で行ってるみたいなね。いや歩いて行けばもうそれでエクササイズちゃうのみたいなね。久保さん、まあ確かにそこに行かないとそのマシンが使えないっていうのはもちろんあるんだけども、ありますよ、あるんだけども、いや別に歩けばそれエクササイズじゃないですか。まず歩くことから始め、まず一歩歩くことから始めればそれがエクササイズだよみたいな話で、なんかこれがないとできないとかね、ね、よくあるじゃないですか。久保さんね、久保さんも最近新しいね、ようやく買ってから1年経ったかな、わかんないですけど、相当買ってからずっと保留してたやつ、ソニーの使ってるでしょ今。今あるものね、久保さんの場合、もう買ったけどあるもの使いってぶっ壊れたのかわかんないですけど、今ソニーの使ってると思うんですけど。なんかあるものでいいと思うんですよね、まずは。できること。そう、できることから始めればいいと思うし、多分ね、これがないと、痩せられないとか、エクササイズ、テレビ通販もずっとね、乗るだけでとか、つけるだけで痩せられるみたいな商品がすげえずっと売られてるわけなんだけども、あれを買いまくってる人って、結局うまくいかないんですよね、多分。まあ一回僕テレビで見たんですけど、もうめっちゃ買ってるんですよ、10個ぐらい。だけど全然痩せてないっていうね。だから今できること、手持ちのカード、まあ億万長者合宿で何回も言ってますけど、今できること、手持ちのカードでできること、これも今 iPhone で撮ってますから、別にね、散歩しながらね、あ、久保さんから来た、みたいなね。散歩しながら久保哲郎の音声を聞いてね、動画を見て。で、聞き終わったらまたこの iPhone でね、動画撮れるわけじゃないですか。見る、聞く、話す、全部 iPhone 一つでできるわけですよ、スマホ一つで。すごないですか。ね。まあ、アップロードもここからもできるし、やろうと思えば。まあ、僕はちょっとパソコンからやりますけど、別にやろうと思えば iPhone からアップロードできるんで、これから 5G が主流になってきますんで、5G になったらね、僕スマホからアップロードしますよ。多分スマホからアップロードしても、5G だったら、秒速で多分アップロードできると思うんで。だからね、やっぱ手持ちのカードですかね、久保さんね。あとやっぱ時間ですよね。やっぱその、これもその、久保さんが言ってた通り、お金が貯まったら入る。だけど、そのお金が貯まらなくて悩んでるわけじゃないかっていうね。このトンチですよね。トンチ。いや、そもそもお金貯まる、稼げないことに悩んでて、お金がないのに悩んでるわけだけど、って話で。お金いつ貯まんのって話でね。そう。だあとはやっぱね、久保さんが言う通り、その、なんか買っても使ってないからね。買ってもなんか、やってないから、それがその、そうなるんじゃないですかね。僕なんかそのプロジェクター 4K の買おうと思ったのが、ずっとその前のその今年買ったプロジェクターをずっと使ってたんですよ。で、使えば使うほどもっといいのなっていう風になるわけですよ。で、もし仮に使ってなかったら多分それでいいんですよ、多分。でも使えば使うほどもっといいのってなるので、使えば使うほどもっと先へっていう、なんか、欲も出てくるだろうし、ね、車好きだからこそもっと欲が、乗れば乗るほど愛着が湧くとかいうかね、見れば見るほど愛着が湧くとか、
だからそのなんだろうな、やればやるほど好きになる、やればやるほど欲が湧いてくる、やればやるほどこうなんかこの循環ですよね。多くの人はでもやらない循環なんですよ。常にやらない循環、変えない循環、だから自分の人生を変えない循環ですよね。変え続ける循環にするとすごくいいと思いますね。まあ使う循環だったり変える循環ですよ。だってこんなのも分かりきってると思うんですけど、じゃあ今日動画を撮るっていうその循環をしてるのか、今日動画を撮らないという循環をしてるのか、どっちがいいかっつったら絶対ね、まあお金に興味ないんだったら別にいいんだけども、まあお金を稼ぐっていうところで言うならば動画やった方がいいに決まってんじゃないですか。そんな発信せずにネットで集客できないですからね。まあまあ冷静に考えればやるべきことっていうのはすごくシンプルで、まあ日々やるだけなんで、そんなのはまあ日々やった方が可能性上がるじゃないですか。だから僕もブログね、ちま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 毎日更新してもう1年半以上ですよ。でもこの前アンケート取った時にブログのファンですっていう人も出てきたし、こうやってなかったらブログのファンですみたいな人も出てこなかっただろうし、まあこれから僕ブログ10年毎日更新するんですけど、ちまちまこれ10年後ね、多分ねすげえことになってると思いますよ。久保さんブログを10年毎日更新できる人って多分まあまあいなくないですかっていうポジショニングを僕は取りたいんですよ。でもこれは10年後じゃないと取れないんで、でも逆に言うと10年間やらないとそのポジショニング取れないので、でそのポジショニングはほとんどの人が取れない。毎日10年更新、これはほとんどの人が取れないので、すげえエビデンスになると僕は思ってるんですね。だから10年後僕が毎日更新した後にもうお金にガンガン変えていく算段はねすげえついてますしでもやってることって日々毎日ちまちま書いてるだけですけど、それが積もり積もって10年になると誰も到達できない領域に行くので、その到達できない領域を武器にして金に変えていくっていうねそう、もうめちゃめちゃもうね未来が鮮明に描かれてますからね。だって誰もできないだもん10年毎日更新なんかね。そういやほんとねブログはねめんどくさいですよ。動画はね結構ノー編集だったらもう簡単ですよ。やっぱ文章書くっつうのはねやっぱコメントくさいんで、あれはね10年毎日やったらやりきったら結構すげえんじゃないかなと僕自身は思ってますね。だから僕やってて大変なんでやっぱ、そう動画はね別にもう空気みたいになってますけど、まあブログもそのうち空気みたいになると思いますけど、ね、まあ今もなってるんだけど、なってるけどやっぱね動画に比べるとめんどくさいですね文章書くっつうのは。でもそんなめんどくさいことも日々積み上げていったら、自分のスキルになるっていうのも考えれば分かりますよね。なんかそのネタがないから書けませんじゃなくて、書くためにネタを探すってことですよね。日々更新するために常にネタ電波張ってねネタ探しとけば別にネタに困んないわけじゃないですか。だから毎日書くという毎日書き続けるという前提の電波を張っとけば受信できるわけですよ。だからこの前も僕虫の気持ちみたいなの書いたんですよ。虫の気持ち虫ですよ。なんかカメムシがね僕こうついたんですよね。でそのカメムシを払いのけたっていうね。でそっから記事にしてるんですけど、でねこれもう インスタにもその写真をねブログ更新しましたっていう写真アップしたらブログ読みましたみたいな、めっちゃ良かったですみたいなね。虫の気持ちですからね。ブログのタイトル虫の気持ちで、虫の気持ち書いてねめちゃめちゃ良かったですって反応もらってますから、もはやでもそれも電波張ってるから、そのもうその本当にもうさりげない虫が手につくってあるじゃないですか。そんなだその時虫がねカメムシがすねについてたんですけど、さ払いのけたんですけど、そっから文章にしてるんで、こんなこと別に日常であるわけですし、でも電波張ってないとそれをブログの文章にしようとは思わないし、まあいろいろ申し上げましたけど、いってらっしゃい。